じゃあやりますか。じゃあ、何か学んで帰ってください。よろしくお願いします。普段はアメリカの高校に今通っていて、来年自分の中でやっぱ勝負なんで、こういう機会をいただけるとすごい嬉しいです。やっぱ並里の選手、小さい頃から憧れてて、どういうバスケをしたらああいうプレーができるのかなとか知りたいなと思って来ました。クッパーズオフ3、ワン、ツー、スリー、クッパー。まず最初に行ったのはストレッチ。並里はストレッチにじっくり時間をかける。次は並里の武器、ポケットドリブル。相手にボールを取られないようにするワークアウトだ。ドリブルついてるボールをわざわざ遠くに回す必要はない。普通にドリブルついてて手が出てきたらそれを抑えればいい。やっぱり近くで見てこう迫力っていうんですか、一個一個のこの多分ポケットドリブルとかバスケやってる人、ちっちゃい子からもいわゆる大人の人までみんなやると思うんですけど、その一個一個の迫力がやっぱり質が違うなっていうのはすごい感じます。本当にめっちゃいいことだと思うし、今までこうやってこの世代的にこのちっちゃい子からその大人までの人たちでそうやってクリニックやって、で泊まりまでして、で食事会までしてっていうの見たことないし、初めての取り組みでめちゃめちゃいいなと。で今1日目終わったんですけど、みんな本当に意欲的な人が多くていろんなこと聞いてくるし、ナリさんもいろいろ知ってる人なんで本当にいい機会だなと。夕食中、並里はバスケットにおける自分の考えを参加した選手たちに伝えた。俺のバスケットのやっぱ考えはやっぱ何か一つをやっぱできたらいいと思ってる。それが長けてればめっちゃいいじゃん。例えば分かりやすいデニス・ロッドもリバウンドめっちゃ長けてるじゃん、優秀じゃん。そういう感じで一番大事なのは俺ペイントに、ペイントの中に行くことだと思うんです。行くことで、ペイントでシュート決めることじゃなくて、ペイントに行くことでアタックすることでみんなが言う。だから今日教えたじゃん、3対2になった時に横見てる、前に行って自分がペイントに行けば人生寄るから、そしたらもっとパスが楽になる。で今度はパスするかなと思ったら自分ももっとシュートが楽になる。基本ワークアウトも一日中やってる感じですか？時間があれば、自分オフっていうか、チーム練習がなくて、バスケしたいなと思って。今は、一日中、でも、なんだかんだ、やっぱり、頭はずっとバスケのこと考えてるから、結局、息子は遊びに連れに行っても、ずっとバスケのこと考えてるみたいな。だから、たまに。こんな人にパパ、パパって言われて聞いてる人の話みたいな。いや、マスク考えてるってことなんて運転しながら。夕食後、再び体育館に戻る。この日のワークアウトは夜の9時まで続いた。翌朝6時、ワークアウトが再開した。この日はストレッチを入念に済ませ、
昨日の練習の復習を行う。女の子は真面目ですね。昨日習ったことをやってるんですよ。真面目だなと思って。男はやっぱワンパクぐらいがいいんで、なるほど、ご自分の好きなように我が道を行くって感じ。ワークアウトの集大成としてピックアップゲームが行われた。無事に全ワークアウトが終了し、並里選手の口から思わず出た言葉がある。いやもう最高ですよね。選手たちもすごい真剣に、なんかこう競争してもらって、で本当になんか自分が普段やってることを昨日今日でさせたんですけど、なんか本当誰一人嫌な顔をせず、なんか本当はみんなバスケットをドリブルしてシュートを打ちたいと思うんですけど、昨日はファンダメンタルっていうところで、今日も朝も6時からっていうところで、なんかそれもみんな受け入れてくれて、で今日最後の最後までみんな頑張ってくれたっていうところはもう感謝です。感無量です。参加した選手からも多くの質問や感想が飛び交っていた。最年長で参加させていただいて、いや本当に頼もしかったです。すごくいい経験させてもらったんで、ナリトさんからいただいたグッドパスを、また子供たちにグッドパスしてください。してきますね。お願いします。お願いします。習慣ですね。プロの選手が日々やってることをこういう場でしか学べないので、やっぱ来てよかったと思いました。ディフェンスが上手くなる練習って何ですか？ディフェンスが上手くなる練習、もちろん足がやっぱ動けばうまくディフェンスできると思うから、昨日やったエクササイズ、ストレッチを頑張ってやって、やっぱりまずは動ける足を作る。それからやっぱりディフェンスって、人ってディフェンスするときにおへそ見てディフェンスしたら、おへそはフェイントできないから、手はフェイントできるけどおへそはフェイントできない。だからここを見てバスケするとついていける。もっとなんか目を見ると、出たらあっちに行きそうでしょ。でもこっち見たら目でフェイクしても動かないです。だからポイントとしては目をおへそを見る、相手のおへそを見てディフェンスする。はい、そうそう。並里は今回のグッドパスを周りの人にも伝えてほしいと語る。受け取る側がそれが本当にグッドパスって思ってもらえたらいいなと思って、それをなんか僕から今回受けた子どもたちだったり、社会人の人だったり、そういう人たちだけじゃなくて、その人たちからまた他にどんどん広まっていけるように、本当にいろんないいパス、グッドパスを出してほしいなとは思ってます。